こんにちはアンガス・タービルと申します。日英翻訳をやっております。えー、テーマは翻訳出版ビジネスのこれからです。毎年夏になると、私は妻と二人でハイキングに行きます。イギリスの一番南から一番北に向かって少しずつ歩きます。 去年は、えー、ヨークシャ地方へ行ってハワスというボロンテ姉妹が住んでいた、えー、村にたどり着きました嵐川かなどの作品の舞台になったところを歩いてみると気づいたのがやっぱり日本語の標識です歩道などと漢字で書いてあります たくさんの日本人の観光客が訪れるところなんですけれどもやっぱり嵐が丘などの作品が多くの日本人の心に深く刻み込まれているのだなと思いました文学の力そして翻訳の力 改めて感じました今日は、えー、文学の翻訳出版のビジネスについて話させていただきたいと思いますよろしくお願いします <laughs> 文学の翻訳出版事業は民間だけではなく政府も 何らかの形でで関わることが多いですフランス、スペイン、ドイツ、オランダ、韓国などの国々が自国の文学の翻訳出版を支援しています。日本もそうです。もちろん支援なしで。 翻訳出版される作品もありますけれども日本文学の場合は近隣国ではないヨーロッパなどの国ではその数が極めて少ないですじゃあどうして支援なしで翻訳出版は難しいのでしょうか やっぱり一つはコストです。翻訳料もかかりますし、作品の選択、評価も手間がかかります。その手間もコストになると思います。また、特に英語圏では翻訳文学が売れないという発想が根強いです。 コストもかかるし、売り上げは期待できない。じゃあ、採算が取れない、出版しないという結論につながると思います。しかし翻訳文、翻訳出版はもう少し効率のいいものにできないでしょうか私は、 できると思います出版業界は今激変しています。インターネットで本を買う人も多いし、k i n d l e などの ebook という形で本を読む人も多くなってきています。ebook の場合は出版のコストを大幅に削減できます。本の実物も 本の実物を作らなくてもいいし流通のコストもない在庫管理のコストもありませんまた本の販売がインターネット上であるとなるともちろんインターネット上のマーケティングも重要になってきますインターネットをうまく使えば 非常に効率よく読者層を把握、開拓できると思います。これから翻訳出版事業がその電子媒体の可能性を十分に生かしていけるといいと思います。 しかし、そもそも文学の翻訳出版は必要でしょうかなぜ日本文学が海外で読まれなければならないのか文学が重要だと思う人も多いと思います。私もそうです。 人の頭の中を見るには文学に勝る方法がないと思いますしかし国にとってはどうでしょうか本当にみんなの税金を使ってまで文学の翻訳出版を支援する意味があるのでしょうか私は あると思います文学は国のソフトパワーの一つの資源です。ソフトパワーとは武力、経済力といったハードパワーとは別に文化、価値観、政策から来る国の影響力です。 重要な力です2012年のソフトパワー、えー、ランキング調査によると1位になっているのがなんとイギリスです11年に2位だったイギリスがロンドンオリンピックの成功もあって 1一位だったアメリカを追い越しました。というのは、ソフトパワーの面でイギリスの方がアメリカより強いということです。そして、そのイギリスがどンどンオリンピックの開会式で、 いろいろなことについて世界に向かって自慢したと思いますけれどもまず第一に強調されたことは何でしょうかジェームス・ボンドミスター・ビーンよりも先にイギリスの文学が強調されたわけです。 英文学ということで、嵐が丘に戻ってきました。私たち、今年もハイキングに行きます。来年、再来年も行こうと思っています。しかし、20年にはハイキングを休んで、 東京オリンピックに行けたらなと思いますそしてその東京オリンピックの開会式では日本もコスプレ漫画アニメだけではなく貴重な文学についても自慢できるようになってたらいいなと思います そうなるためにも効率のいい出版で翻訳作品の数を増やし読者層を広げていけたらいいなと思います。ご清聴ありがとうございました。